介護士と保育士の夫婦でリズミカルガスの雑草男ドドンパンタカちゃんでございます。本日も虹色動画張り切ってやっていきましょう。紫色草みんなで介護予防、無理せず楽しく活性化。はい、本日のテーマはですね、ペアで楽しく介護予防、新聞紙体操4選。はい、やっていきましょう。さあ、今日もですね、この新聞紙と新聞棒を使ってより効果的な介護予防体操をやっていきたいと思います。新聞棒、こちらの作り方はですね、概要欄の方にリンク貼ってますので、ぜひとも参考にしてみてください。さあ、今日はですね、ペア2人組でやる体操となっていますので、こうね、おしゃべりしながらコミュニケーション取りながら、よりね、こう楽しく笑顔でやっていきますので、今日やる体操、その反射神経トレーニングとか、足裏の、測定筋、バランス力のアップのトレーニングとかね、もう転倒予防、認知症予防に効果的なトレーニング、体操、バンとやるんですけども、その体操の効果が楽しんで笑顔でやることによって増していくんですね。どんどん効果的に、どんどん楽しくなって、相乗効果、相乗効果でね、介護予防の体操としてもいいですし、精神面の、メンタルのね、安定、こっちの気持ちのね、ワクワク感もね、高まっていいんではないでしょうか。ペアでやれるので、競争、前やりました、この新聞、足裏のバランス能力を鍛える体操で、新聞破りとか、足裏、新聞畳とかありましたけども、それも競争でできますから、よーい、どんで、ゲーム性をね、プラスしてできますから、こちらもね、より楽しさがアップ、楽しいって競争して、わーなってると笑顔もアップしまして、笑顔もね、いっぱい見られて、効果的な新聞紙体操がより効果的になっていきますので、皆さんも、ね、心の気の知れたペアのお友達と、夫婦で、一緒にね、家族でやってみてください。ドン棒渡し。はい、新聞紙体操ペアバージョンですね。はい、はい、ひゅうかさんお願いします。お願いします。まずですね、椅子用意していただいて、はい、この間、まあどんなもんかなと思うんですけど、椅子1個分開けました。はい、はい、そして、いつもやってるこの作った新聞棒をね、まず渡しながら体操していくんですけども、なんかこうね、ペアのいいところはおしゃべりをしながら、こうしゃべりしながら、体操しながらしゃべる、何かをしながら何かをする、こういうことによって脳の活性化率上がりますので、楽しくなるので、はい、まあまあとりあえずは軽く渡していくので、まず普通にこう渡して、はい、はい、渡して、はい、はい、ね、こういう渡し方ね、はい、どうも、はい、どう、今度逆の手で、はい、渡す、はい、逆の手で、はい、逆の手で、はい、はい、逆の手で、はい、続いてこっちの左逆サイドから、はい、斜腹筋を伸ばしながら、ねじりながら、ぐっと出す、おい、よいしょっと、あ、どうぞ、はい、おい、おー、今日、どうぞ、はい、いきますよ、よいしょっと。ヒューガさんって何が好きなんですか、食べ物は。おい、おめ、豆ですか。レモンはブドウ。ブドウね、ブドウですね。おい、これ確かに、あの、もうね、今喋ろうと思ってもこの動きに夢中になって何も喋れなくなりますね、うん、これがいいですね。タカちゃんは、タカちゃんはお寿司かな。お寿司、うぃー、美味しそう。ラーメンもええなぁ。はい、次またの下から、よいしょっと、はい、何なの、よいしょ、はい、おー、いいですね。この大腿四頭筋と腸腰筋、足を、膝を上げる筋肉を鍛えながら、しかもねじりながら、よいしょっと、よいしょっと。はい、豆の中でもいろいろありますけども、どんな豆ですか。いな、豆の中の種類ですか。種類ですよ。小豆です。小豆ですか。ここは大豆じゃなくて、いや、枝豆でした。枝豆は大豆の仲間ですね。レモンちゃんは大豆の若いやつ。赤ちゃんはお寿司の中で何が好き。うわー、迷う。
ハマチ。豆の、あ、納豆は。納豆は。納豆キナーゼ。血液サラサラ。黒豆もいい。あ、黒豆最高。黒豆最高やし。サバの押し寿司。次次よ。これ。え？食べ物言いながら。いや、そうそう、いろいろ何でもいいんだ。本当在的な。そう、そうなんでもいいし。好きな色でもいい。好きな色でもいいし、好きな色ね。あとすりとりとか、あ、オリンピックの今東京オリンピック北京やってますから、うんうん、そういう話でもいいのでコミュニケーション取りながら棒渡し。うん、そしたら次のさ、この棒渡しで。棒渡し体操終わりしましょう。次ね、こう僕だけで後ろ向きますね。そしてこのままちょっと後ろ椅子が倒れないように気をつけなら、背もたれには背筋をつけずにこのままぐーっと前側の筋肉伸ばして大パス。はい、よし、はい、もう一回取りますよ。この反対で、はい、渡して、はい、よし、今度反対こっちでいきます。ヒューガさんはお寿司は好きですか？あ、お寿司はまあまあ好きです。そしたらオリンピックで今何が面白いですか？スノーボードハーフパイプ面白かったです。ハーフパイプね、平野歩夢選手すごかったですね。はい、はい、ラスト念願の金で嬉しかったです。ね、はい、次あなたですね。レモンはフィギュアスケート。フィギュアね、フィギュアよかった。いいよね、スピードスケートも面白い。私そっち向いてなかったけど。いいよいいよいいよ。はいはい、おお、このね、前側の筋肉、現代人ね、酷使してこう縮こまって巻き方、猫背ね、それぞれくなってますから、はい、いいで、なかなかこの動きないでしょ。ないね。フィギュアスケートも男子も羽生選手ね、何やったっけ、4回転アクセルか、あれの挑戦ね。4回転半、4回転半やったか。4回転は結構できる。おお、そうかそうか、伸ばされてね、これいいでしょ。これ確かにね、普段の生活ね、前側のこの前屈前屈とかそういうの意識するんですけど、反りの意識ないですね。はい、さあ、まあこんな感じで、はい、さあ皆さんもね、やってみてきてください。さあ次行きましょう。せーの、ドーンの棒キャッチ。はい、続いては新聞棒を使ってキャッチボールの要領で投げてキャッチしていきます。はい、これによって反射神経、転倒予防に非常に重要な反射神経を鍛えていきます。それをこうおしゃべりをしながらすることによって、うん、脳の認知機能も同時に向上ということで、さあ行きましょう。まず利き手、ヒューガさん利き手、右手ですか？はい、僕も右手なんで右手同士で、はい、はい、いきます。よいしょ、はい、はい、よし。フィギュアの女子のあの、なんかドーピング問題、はい、あれ誰でしたっけ、ロシアの。この反対に変えて、ワニワ、え、え、わ、なんかそういう感じでしたよね。あれどうなったんですか、ドーピングやったのに出はった。いや、わかんないっすね。おう、今度ちょっと変えてみますね、回転、おお、これはレベルが高い。回転、そう、あれ4回転はぁ、4回転アクセル、よ、4回転半アクセル。これね、取る時もちょっとなんかうっての、伸ばしてこう、伸ばしてね、そういうのをなんかピキッていきそ う, うピキッていきそう、いきそうですね。すみません、回転、よし、おお、いきました。はい、回転、よし、はい、今度左手の回転、ルッツとかの4回ダブルアクセル、アクセルとサルコーと、アクセルとサルコーと、トリプルアクセル、おー、トリプルアクセル、うおーと、はい、トリプルアクセル、おあ、よし、オッケー、はい、次レモンちゃんいってますか。はい、じゃあ、はい、まずは登場ですね。まず右手で普通にキャッチ、右手で右手にしっかり棒見てね、棒見て、オッケー、おー、重いやろ、うおし、これ、これね、あの、このボールを行方を見てしっかりこう握ることによって、このグーパーグーパー、指先の運動も使ってますから脳の活性化にもう効果的ですよ。はい、よいしょっと。レモンちゃん、フィギュアスケートの他になんかこう興味のある楽しかった種目あります？よし、反対の手、左です。どうですか？スノボの、うん、スノボの小さな草4人でやる、4人で
え、面白かったあれ。4人でスノボあんの？なんかクロスとかいうやつ。それ見てない。スノボクロス。あ、それまたハイライトで、この次回転ね、右手に戻して回転いきます。4人で、え、それもハーフパイプみたいにクロスあんの？あ、か、回転あんの？うん、ないな。ないの？ただコースを4人で滑る。おお、すごい回転、すごい回転だ。はい、もう一回いきますよ。すごい回転だ。これはレモンちゃんの手には、まあ、大きすぎるかな。はい、来い。もう一回。はい。おお、もう一回来て。取りたい。よ、あれ難しい。これ回転入ったらすごく反射神経のトレーニングで来い。くそー、どうした。はい、これ左、左で。はい、いきますよ。キャッチしてへんねんけど。左。あ、立ちました。うまい、うまい。はい、こう左で。あれ、はい、これキャッチしたら次の体操に行くよ。とった。はい、次行こう、せーの、ダン。足指たたみ競争。はい、それではね、新聞紙を使って、足、裸足になっていただいて、足の指をね、しっかり使って畳む、折りたたみ、足だけで新聞を2つに折って、また1回、2回、3回、4回、ここまで。たかちゃんずるい。何？折り目が少しずつ。ああ、広げます、広げますよ。ね、今日は、今日の新聞はちょうど、オリンピックのね、ちょっと前の新聞ですけども、羽生選手の4回転半の挑戦のやつと、これは、宇野さんさんと鍵山さん、はい、あの若い選手やったっけ、はい、ね、見事なね、フィギュア男子、この人がチェンさん、ね、チェン、ね、あー、アメリカの1位の人ね、チェンさんね。はい、すごかったですね。はい、あ、その新聞体操の醍醐味としてこの記事をね、読みながらこのトークのネタにしていただいて、 おしゃべりをしながら体操していく。これで脳の活性化がね、よりこう効果的に高まります。そして今日はね、裸足で足の裏使うので、バランス力にとても重要な足裏の測定筋、ここ足の指先、ここを鍛えていきます。そしてさらにですね、指先ね、手の指先は第二の脳と言われていまして、脳の活性化にいるんですが、実は足の指先も手の指先、足の指先、どっちも体の反射区となっておりまして、ここを鍛えることによって実は脳の活性化も得られるんですね。でもこれ最高ですね。はい、しかも競争します。はい、ゲーム性を高めてよりエキサイティングに楽しくやっていきたいと思います。さあ皆さん準備はいいですか。はい、ここにさ、この新聞のここにさ、紐先をつける。はい、これちょっと日向さん、俺たち指動かへんな、これ。しかも冷えててね、地面が、そう、これ現代人は靴を履くようになって長いですから、特に女性なんかハイヒール履くような人はもうね、ここの指の動きがね、非常にこう退化してるみたいなんで。レモン全然いける。よし、なレモン強敵やね。さあ、ディフェンディングチャンピオン、じゃあここに金メダル候補レモンちゃん対それを追い上げる、高井さんと日向さんでいきましょうか。足だけでいけば、足だけですよ、絶対足だけ。はい、じゃあさ、はい、オリンピックやん、これ。そう、オリンピックやね。はい、いきますよ、位置について、よーい、スタート。いや、全然あかん、全然あかん、意外と全然あかんって、これ。やぶれちゃった、やぶれた。うわ、難しい、これ、皆さん。いや、これはすごいスピードレイになる。全然思い通り動かへん。ヒューガさん、すげえ。俺、全然あかんって。よし、やっぱ、めっちゃ無理。はい、しかしここは人生経験豊富な大人のこう落ち着きで、よし、釣りそう、足釣りそう、足釣りそう、ね、釣りそう、こい、これ、指先の、うわ、これち、あかんな、もうこうやってるねんけど、もう、あ、レモン、レモンすげえやん。あれ、足する、足する、あれ、ヒューガさんすげえ、ヒューガさん1位、2位レモンちゃん、あー全然赤、3位タカちゃん、ハユガさん、拍手、お見事、優勝。
はい、金メダルレモンちゃん、銅メダルタカちゃん、はい、どんな風に綺麗に折れましたか？いや、レモンちゃん十分十分十分ですね。僕ね、こっからもうこのズレをこう生かすことができなかったですし、まあこういってさらにこっから凍る時に力入れますもんね。うん、いや難しい。レモンはな、うん、こんな感じになるやろ。もう破れた破れた破れてませんやん。そうやね。うん、でこうやって、うん、これで、うん、これこうやってな、こうやって、なるほど、そここれを支点にしてこう挟むんですね。それもいいですね。ただここ指先をより使える人はこの新聞をグッて持てますから、それができたら。ちょっと私こうやってすくってこういうのやっちゃったんです。いいよ、いいよ、いいですか？あ、すごいすごいすごい、これいいですね。ヒューガさん、お見事、きれい。ヒューガさんすごい、貴重面が、貴重面がこういうところにも出ちゃうんですね。じゃあ俺たちもそうありたいんだけど、この足が動かないんですよ。ヒューガさん実は頭若いな。見事でございます。はい、そんなわけで本日は足指畳み競争優勝はヒューガさんでした。せーの、ダーン。足指破り競争。はい、次はですね、これを足で破っていきます。よし、おっと、しかもこれはですね、1回、2回、3回、3回破って、4回じゃん、4枚にした方が勝ち。だから3回破ったら、2等分にして、それまだ2等分、3回破ったら4つになりますから、早く、どんな形になってもいいから早く3回破ってよ、新聞紙をこれを4つの紙切れにした方が勝ちのゲームです。はい、さあ、いきますよ。準備はいいですか、皆さん。じゃあさ、こう足を浮かばせてください。はい、これはいきます。オンヤマーク、セット、ゴー。よし、はい、できた。やったー、俺優勝。はい、1枚、2枚、3枚、4枚。はい、レモンちゃん、安心して。レモンちゃんどんな？あ、オッケー。レモンちゃんもこれ1枚、2枚、で、3枚で苦戦したんですね。4枚が苦戦してましたけど、今できましたけど。これ何？一回破って、その時に、うわって当てる時に。うん、まあまあね、勝負の世界はそういう負けの時もありますよ。ヒューガさんは？はい、2枚でー、2枚でで、ね、そう、ヒューガさん、先ほどヒューガさん優勝しましたけども、今回最下位ということでね、そう、得意な種目もありますし、この、足指破り競争対決、あと2種目ありますから、レモンちゃん挽回するチャンスがあるから。はい、次行きましょうね。はい、せーの、ダーン。はい、続きましては、足指破りで、今度は一人ずつやりますけども、ピリッと一回破り、ピリッとより大きな音を立てて破った人の勝ちというゲームです。はい、なのでこれはね、だから僕できないですけど、つまめる人は足でつまんで上げて上でピリッとやった方が耳に近づくから、オッケー、できる人はね。あー、怖いの。あ、そうそう、それでね。だからまずタカちゃんからいきますよ。はいはい、あ、はい、あれ、くそ、あ、まあ、無理や。はい、いきます。タカちゃんいきます。せーの、あれ、はい、はい、はい、次、はい、レモンちゃん上に上げれた方が絶対有利やわ。お、掴んだ。お、すげえすげえすげえ。これを破れるかどうだ。頑張れ。お、惜しい惜しい惜しい。もう一回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 いこう。今のは、お、お、どうぞどうぞ。今の技術点追加ですね。上に上げましたもん。はい、さあ、うん、最後、ヒューガさん、ヒューガさんすごい挟んでます。お、ここでつまんでいけたら、つる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 、頑張れ。お、すごい、これは見事ですね。つる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 
防ぐ。でもすごいですね、広川さん。この、ここの、これの指が、親指と人差し指が開くの？うん、開いた。ね、するけどね。する、すごいな。あー、すげえ、ね、レモンちゃんもすごいな。レモンちゃん、こう、グッと掴めるんですね。レモンちゃん、こっちからこう。こう掴むの。やってみたい。やってみたい、レモンちゃん。あー、むずい。グッと。グッと。つかんだー。おー。こっちがね、挟まってますね。いけ、ギュンと。ね、こう、イライラしたらね。こう、おー、いけた。さあ、いきました。さあ、ラスト種目いきましょう。せーの、ダン。はい、それでは、足指破り競争。ラストは、30秒間チャレンジです。はい。30秒で誰が一番たくさん破ることができるか。おお。ね、レモンちゃん、いきますか。ね、その悔しさを自分にぶつけるんだ。思い切りやっていいから。さあ、高ちゃんちょっとハンデとして、こっからタイマーを押してすぐ走っていきますからね。やったー。いきますよ。1について、よーい、スタート。おっしゃ。おっしゃ、よし。よし、お、だいぶこれいけそう。よし、よし、ほら、30秒結構長いな。これは俺勝てるぞ。ほら見てよ、ね、おお、すごい、やばい。よし、あー、しかし、やばい。また、はい、終了。はい、終了。さあ、ちょっと、ヒューガさんから数えてみてください。何枚ですか？はい、1、きれい、3、4、4枚。さあ、続いてレモンちゃん、レモンちゃんとタカちゃん、ちょっと結構いい勝負なんで、順番に玉入れのように数えていきましょう。はい、言ってください、1枚。いきます、はい、1、2、3、4、5、6、7、これはある。8、9、10、11。もうなかった。もうなかった。やったー、勝った。これレモンちゃん、負けず嫌いのレモンちゃん、これは才能ですから泣いております。この競技にもこれだけ本気になるレモンちゃんに、レモンちゃんに大きな拍手。これはレモンちゃん、将来のね、アスリートになれますね。はい、皆さん、そんなわけで、新聞を使ってね、記事を読みながら、コミュニケーションを取りながら、競争を入れながら、足の指使いながら、新聞棒で体全身動かしながら、体予防体操で健康になっていきましょう。それでは皆さん、また会いましょう。さよなら。バイ。夫婦喧嘩の最後は、私実家帰る言うてたな。子供産んで強なったな。病気して入院して手術して元気に戻ってきてくれた時は嬉しかったけど、君はますます強なったな。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが親子の力を借り、一致団結して大好きな7色に本気で挑戦することによって、見事虹色草になるまでのアクセクトの日々をお届けしております。音楽、陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ、自然、そしてダウン、リズミカルガス、みんなで楽しみましょう。はい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 、雨上がり、せーの、虹色。